はい、衝撃の告白です。元 OpenAI、理事が語るサム・アルトマンの解任の真相とはっていうお話をしようと思います。はい、こちらの方のニュースなんですけれども、まあ、OpenAI 社の元理事であるヘレン・トナーさんがですね、チャット GPT のリリースをツイッターで知ったとか、で、まあ、アルトマンの、解任劇に関する詳細をですね、TED AI ショーというところで公開したみたいで、X の方でアップされているやつを僕見まして、で、それで今ちょっとお伝えさせていただいてるんですけれども、ちょっとですね、ここでですね、僕が喋るよりも、実際にですね、まあ、トナーさんがですね、喋ってる内容を僕翻訳して、で、AI にちょっと語らせましたんで、どうぞこちらの方お聞きください。長年にわたって、サムは情報を隠したり、会社で起きていることを誤って伝えたり、場合によっては、取締役会に対して嘘をついたりして、取締役会が本来の仕事をするのを非常に難しくしてきました。この時点で、皆さんいつも、例えばどんなこと、と聞いてきます。具体例を挙げてくれと言われるわけです。すべての例を共有することはできませんが、私が話していることの一例を挙げると、例えば2022年11月にチャット GPT がリリースされたとき、取締役会は事前に知らされず、ツイッターで知りました。サムは自分がオープン AI スタートアップファンドを所有していることを取締役会に知らせず、独立した取締役で会社に経済的な利害関係がないと主張していました。複数回にわたり、会社が実際に持っていた少数の正式な安全プロセスに関する不正確な情報を提供し、取締役会がその安全プロセスがどれだけうまく機能しているか、または何を変更する必要があるかを知ることが基本的に不可能でした。また、私が書いた論文に関連する例も広く報道されていますが、問題は、論文が発表された後、サムが他の取締役に嘘をつき、私を取締役会から追い出そうとしたことです。これは、信頼に大きなダメージを与え、昨年10月末に私たちが規則を変更するかどうかを真剣に話し合っていた時に実際に起こったことです。さらに、個々の例については、サムはいつも無害に見える説明を思いつくことができ、それが大したことではないとか、誤解されたとか言います。しかし、最終的には、このようなことが何年も続いた結果、彼を解雇した4人全員が、サムの言うことを信じられないという結論に達しました。これは、特に、CEO が、もっとお金を集めるのを助けるだけでなく、会社に対して独立した監督を提供することを求められている取締役会にとって、全く機能しない状態です。はい、いかがでしたでしょうか。なんかですね、ちょっとね、せっかくその役員の取締役会があるにもかかわらず、チャット GPT のリリースの時に、一切その協議がされずに、サム・アルトマン単独でリリースを決定しちゃった。っていうことみたいなんですよね。いや、それはちょっとね、取締役会の意味がないなっていうのと、やはりまあずっとね、取り沙汰されてたね、セキュリティとか、その AI に対する危険度の内容がですね、やっぱり先行して、やっぱり、アルトマンさんの方がですね、もうやっぱりやるぞってずっと進めてた結果、まあみんなの、反対を押し切ってやってたというところが一番の原因だったみたいですね。まあね、ちょっとね、この辺はね、まあ会社経営してる、まあ方、もし聞いてらっしゃったらね、わかるかもしれないですけどね。まあ、ながち小さく大きくでもこういう感じのことってあるんすよね。まあ、それを取りまとめていくのがやっぱりね、その代表の方の、まあ、お力なのかなとは思うんですけど、サム・アルトマンに関しては、実を言うとですね、その前身の、まあ、会社ですね、前身の会社とかでも、まあ、Y コンビネーターっていう会社で、投資会社とかやってたんですけど、そこもね、実はね、解任されてるんですよね。だから、意外とこう、横柄な感じなのかもしれないですね。だから、まあ、ちょっとね、今ここで始まった内容ではないっていう。まあ、アルトマンさんですね。本当前者も前々者も、なんか解任されてるっていうこともあるんで、まあ、ちょっと強引が過ぎるのかなっていうところがちょっとありますし、もうちょっと、なんか、コミュニケーション取りながらね、チームとして動いていくような感じのスタンスをね、まあ、やられた方がいいのか。まあ、僕が偉そうなこと言えないですけど、皆さんどう思われますでしょうか。はい。この辺もしよかったらまたコメントください。はい、5月30日 AI ニュース、カワゴンがお届けしました。
はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、動画が良かったなというふうに思う方いらっしゃったら、ぜひいいねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみにですね、チャンネル登録後ですね、こちらの方の登録済みっていうところを押して、すべてっていうふうに切り替えていただくと、新着の AI ニュースの方がお知らせが届くと思いますので、もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。次回もですね、最新 AI ニュースの方をお届けしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご意見とかね、ご質問等ありましたらコメント欄にお気軽にお寄せください。ではどうもありがとうございました。またね。